にちは、平山愛子です。今日は予防医学の観点からヒートショック予防していこうということでお話をさせていただきたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、ヒートショック聞いたことがございますでしょうか。ですね、最近はニュースでも取り上げられたりしていまして、ヒートショックとは急激な温度変化によって、脈拍とか血圧が変動する現象のことですね。総称して言います。血圧が上がるとどうなるかというと、脳出血とか脳梗塞とか心筋梗塞を起こします。逆に血圧が急激に下がると失神の原因にもなりますので、ぜひともね、そういうことは防いでいただきたいなと思います。このヒートショックですけれども、急激な温度変化によるので、実際には冬場のお風呂でものすごく起きると言われています。ですから、これからの季節、生活に少しだけ、ポイントを加えていただくだけでヒートショック予防できますので、ぜひね、皆さんの生活に役立てていただきたいなと思います。はい、一つ目ですね。ヒートショックを防ぐポイント。まず、脱衣所を温めてください。お風呂から上がってきて急に寒いとか、冬場リビングは暖かかったのに脱衣所にいたら寒くてお洋服を脱いだ、いろいろな温度変化が起きやすいのが脱衣所になります。ですから、脱衣所を温めていただく暖房器具、何かね、一つでもいいので置いていただきたいなと思います。我が家は、ガスストーブ置いてるんですけれども、本当にね、暖かくてね、心地がいいんです。で、心地がいいということ、やっぱりね、体もリラックスできますので、ぜひともね、おすすめになります。はい、2つ目です。脱衣所が暖かくても浴室内がね、やっぱり寒かったりするんですよね。ですから、入浴少し前に、浴槽のね、蓋をぜひ開けて、浴室内もお風呂の蒸気によって温めてあげてください。3つ目ですね。冬場に限ってはお風呂の温度を少しだけ低めに入れてあげてください。冬なので寒いからといって、お風呂の温度高くしすぎる。これね、できればやめていただきたいんです。やっぱりそこもね、お風呂に入ったり出たりするところで、お風呂の温度が熱いと、急激な温度変化につながりやすくなりますので、お風呂の温度をぬるくして、時間をかけてじっくり、冬は温まっていただきたいなというふうに思います。そして最後ね、4個目です。深夜帯の入浴を避けてください。なぜ深夜がダメなのか。冬でもね、日光が入ってくればお部屋の中ってね、少しね、こう温度がね、暖かくなるんですよね。それに加えて、私たちがこう活動することで、活動熱でお部屋も暖かくなります。ただ、深夜になってくると、もう太陽も沈んで、だんだん温度も下がってきます。そしてみんなが寝てしまうと、だんだんその活動熱もなくなってしまって、もう、例えば一軒家の方とか、もう廊下がね、しんしんと冷えたりするんですよね。ですから、できればそうなる前、もう夕方とか、お夕飯の前後とか、まあ、なるべくね、こう、早い時間帯で、お家の中がこう冷え切る前に、お風呂に入っていただきたいな、というふうに思います。はい、ということで、今日は、予防医学の観点から、ヒートショックを防ぐ方法についてご紹介させていただきました。このヒートショックというのが、実は高齢の方にね、多いと言われているんですよね。ですから、高齢の方とお住まいの、皆さんも、ぜひね、家族の健康を守ろうということで、もう家族、総出で今日のことを試していただけたら嬉しく思います。はい、少しでも皆さんの生活の役に立てたら嬉しく思います。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。